どうもなるみです。どうもなつめぐです。すっかりもう令和ですね。令和ですね。令和にも慣れましたね完全に、うん、この前僕請求書というか領収書か、うん、レシート、手書きのレシートみたいなのもらったんですけど、領収書だ、領収書かな、うん、ちょっと田舎の方で、はいはい、そこに上の日付が、うん、令和2019年って書いてありました。全然違うよねそれ。書いてありました。書いてあったんだ。そうそう、もうあれだね、どうしていいか分かんなかったんだろうね。令和になったばっかだから。未来だなと思って。令和2019年ぶっ飛んでるの。まだぶっ飛んでますね。結構先だなと思って。まだ元年ですからね。どっちかっていうとその死なない天皇がすげえなって。結構ね、それは面白かったですね。すごいネタを作ってきていただいてありがとうございます。まあそんな領収書はなかったんだと思いますけどね。いやいやいや、多分どっか写真。すげえな。そう、なんかね、まあ気持ちはわからんでもない。まあわからんでもない、うんうん、でも普段生活してて、うん、やっぱあんま令和って使わないね、うんうん、でも今は使いますよね。この今月ぐらいは。まあ今月ぐらいでしょ、うんうん、もうすぐしたら忘れちゃって、うんうん、いやー暑いっすね。暑いっすね、うん、僕最近ね、はい、ちょっと面白い記事というかツイートを見かけて、はい、今夏目さんに送ったんですけど、はい、プログラマを夫に持った妻による卵の購入指示っていうツイートなんですよ。プログラマを夫に持ち長年苦労してきた妻による卵の購入指示内容がこれ。あー、はい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 、これ系ありますね、うん、でそのツイート読むと、はい、このプログラマを夫に持った妻っていうのが、うん、どういう風に卵を買ってきてっていうかっていうと、あれでしょ、牛乳があればの幾分の話でしょ。すげえ分岐するんだよね、はい、1パック8個以上入って190円以上210円以下の鶏卵のパックがあったら買ってきて、うん、それがなかったら1パック8個以上入った189円超えない最も高い鶏卵のパックを買ってきて、売り場について15分以内見つけられなかった時は私に電話してから指示に従えと、こういう風に伝えるらしいですね、うん、でもこれね結構大事じゃないですか。うん、前僕ねちょっと前なんですけど、うん、会社の同僚と3人で、うん、会社を早めに出て神宮球場に野球見に行ったんですよ、はい、そしたら会社のビルの1階に成城石井があるんですよね、うん、でそこでシューマイを買ったんですよ。でその同僚3人の中の1人の、まあ、仮名増田さん、うん、増田悟さんっていう、うん、過去借り過去借りの人に買い終わったシューマイちょっと温めといてって言ったんですよね、うん、電子レンジついてるんで、うん、そしたら増田さんは温めてくれたんですよ、うん、でその後みんなで神宮球場向かったんですけど、うん、シューマイがないんですよね。あれ増田悟さん過去借りの方にシューマイ温めてくれたよねって言ったら、うん温めたよ、だけどまだレンジの中だよって言ってんですよね。はい、レンジの中置いてきてんですよ。温めはしたけど、なるみさんがも温めてって言ったから温めてるけど持ってこいって言ってないじゃん。そう、すごくないですか。その増田さん悟さんかっこ仮は今40歳ぐらいなんですよ。そうですね、うん、あでもこれはやっぱ僕の伝達ミスコマンドが悪かったなと思って、うん、シューマイをレンジで温めてチンされたら、うん、レンジを開けて袋に入れて持ってきてまで言わなきゃいけなかったなっていうのを、うん、まあその時も思いましたし、うん、それだけだとお箸ないかもしれないですね。お箸もないかもしれない、そう、箸も持ってきてとかね。、はい、っていうのをこのプログラマを夫に持つ長年苦労してきた妻のツイート見て思いましたね、うんうん、こういうのありますよね。ね、曖昧な指示してちゃダメなんですよ、うんうん、僕思うのが、うん、道案内って結構これってどれだけロジカルに、相手の、分かる範囲まで砕いて言えるかっていう話だと思うんですよね、うんうんうん、でちょっと、語弊を恐れず言うと、うん、こういうエンジニア系の方々ってちょっと必要以上に、うん、個数言われてないから、うん、
条件漏れをめちゃめちゃ指摘してくるよね。あのやれなかったですとかって言いたがる気持ちは分かりますけど、それを相手がどれぐらいの範囲まで、うん、なら理解できるかを解釈、 こっちの思いを、うん、あのなんだろう、伝えるというか、相手がどれだけ解釈できるかなっていうのを考えて伝えるのが大事じゃないですか、うんうん、あのね、僕道案内、うん、助手席に乗った道案内ってロジカルゲーだなと思ってます。すげえ、あれね、ロジカルの勉強になる。助手席乗ったら寝るでしょ、うん、道案内しないでしょ、しない絶対しないタイプの人間だなと思うんですよね。そう、あのね、道案内をしないですね。しないよね、しない、うん、で結構僕運転してて、うんうん、案内されることが何回かあるんですけど、うん、あれはねセンス問われますね。わかる、下手な人は本当下手だよね。うん、下手。あとあのですね、次右次左みたいな、うん、あの一個先ばかりを言われると、はい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 、例えばここから、うん、あのなんだろう、じゃあお台場に行きたいときに、うん、まずどうしたらいいのかっていうと、うんうん、なんだろうな、新宿方面行ってとかちょっと違うかもしれないですけど、うん、って言ったらまず僕は何も考えずに新宿方面、うん、自分で分かる新宿方面に行けるじゃないですか。そうだね。での間で、うん、あのなんだろう、ちょっと全然合ってないですけど、246こう行ったらこうだよとか、はいはいはい、新宿から首都高を乗るからとりあえず新宿方面向かってって言った後に詳細に、ね、順次詳細に行った方がいいかもしれないですね。そうそう、それをね、右左とかあって、次を右次を左だけで伸びたりと疲れるよね。 それあとあと100何回やんのわかるわかる。でもこれはちょっとあの僕男女の差はそんなないと思いますけど、よく、うん、あの女性がねこういうのをあんまりうまくできずに男性が怒るとかよく言われるよそれね、はい、うん、あとあれだね、スマートスピーカー出てきてさ、うん、やっぱ指示の上手い下手を考えさせられるよね。うん、確かに。適当に言うと返ってこないからさ、うん、割と精密に言うようになったじゃん、うん、あれによってだいぶ改善されそう。そうですね。この元記事は何が面白かったんですか？プログラマーを夫に持つとこういう指示をするようになるんだなっていう、うんうん、普通もっとアバウトじゃないですか、うん、弾を買ってきて済むんだけど、何個以上入った、何円以上、何円以下まで指定するのが、なんかあの僕ここで夫側の気持ちもめっちゃ分かりますけどね、何していいかよく分かんないじゃないですか、うん、で違うことして、うん、怒られてもめんどくさいし、そうだね、あとまあ単純にもやっとするっていう、うん、であと僕こういうのわざと この例えば1パック8個以上入った190円以上210円以下の鶏卵パックがあったら買ってきてとか、これだと僕はあの何個パック買ったらいいかの指示がないんで、ね、99、ね、全部買ってやったりします。だって指示中の買ってきたよっつって、ね、そうだって指示なかったもん、うん、何個かって安部さん絶対そういうタイプだよね。ゼロ以上って言ってないから、ね、ゼロ個買ってきた。あとねさっき出た、はい、マスラストロさんかっこ仮っていう人は、うん、もう 2,3 件あるんですよそういうことが。はいはい。前トバン新車で飲んでて、お酒飲んでて、マスラさん遅れてくるからソーダ買ってきてって言ったんですよ、炭酸水。そしたら増田さん1本買ってきたんですよね、炭酸水 500ml を、うんうんうん、でもやっぱ僕らとしては炭酸水なんて水以下の値段なわけですよ、うん、80円とかだから、うん、10本ぐらい買ってくるだろうと思ったんですよね、うん、それを見事に 500ml1 本買ってきた時点でコマンドは悪かったなってやっぱ思ったんですよ、うんうん、そう思います、うん、5、6本買ってきてってのはやめですね。そう、そういうのをやっぱり何度も言うように、これを怒る上司的な人はたくさんいるんですけど、うん、あのまあ、部下的な位置の人がちゃんと考えろよとも思うんですが、うん、思うんですが、結構これってある程度もうセンスの部分もあって、うん、40歳になってそういう人もいるので、そうですね。なのであの要は成果が出たらいいわけで。でより具体的に ね、 そうね。でもこれが仕事だとあんまり具体的に言ってると、うん、例えばそれをテキストでスラックで指示書いてると、うん、あれこれ文章できるなってもう自分でやろうってなっちゃうそれ書いてる間にそうだ帰りに行けるなっていうのはありますよね、うん、ありますよね。あるで、それを繰り返すと、うん、部下的なこの人に発注するのめんどくせえなってなりますし、うん、あのその人はだんだん仕事ができないって位置に行くかもしれない。そうですね。難しい問題だよね。難しい問題。ただ僕はあの、うん、そこであの成果が得られなくて部下コラーっていうのもまたちょっと違う、うん、違うよね、うん、やっぱすごい
緻密な指示はしなきゃいけないけど、うん、でも伝わってほしいものは伝わってほしいよね。うん、そうです。ちょっとその抽象度、うん、具体性みたいな話で言うと、うん、あのより大きい抽象度を解決できる人ほど、うん、あの給与とか単価が上がると思ってて、うんうんうん、例えばなんだろう、あの居酒屋でこのビールを持ってってねって言われて、うん、一番に持ってってねって持ってく人はあの時給1000円ぐらいですとか、はいはいはい、でなんだろうな、フォロワー数30万人まで増やしてねって言われてできる人はこれぐらいですとかちょっとフォロワー数30万の人やめますか不穏な空気だからとか、うん、まああれだよね、例えば売り上げ増やしてねとか居酒屋のね、そうよりざっくりしたものを達成してる人の方がやっぱそこに至る道筋も多いから、うん、難易度高いしね。で外資コンサルとかのじゃあマッキンゼーとかが、うん、なんであんなに、うん、例えば時給単価も何十万ですとかできるかっていうと、はいはい、なんか分かんないけど売り上げが、うん、あのこれぐらいです、これを100億まで増やしてって言われた時に彼らはできるわけですよ、うんうんうん、そのお題に対して答えを出せる、はい、だから単価が高いんですよね、うんうん、で起業家とかあのじゃあ ZOZO の前澤さんとかがなんであんなにすごいお金もらえるかっていうと、うん、なんかお金生み出してっていうのを世の中に問いかけられた時に、ね、ゾゾ作れるんですよ、うん、めちゃめちゃ売り上げあるもんね。そう、そこでやっぱあれですよね、シューマイを電子レンジに入れてチンしてできたら持ってきて箸と一緒にっていうところまで下げちゃうと下がるわけですよね、はい、そうですね、価値がそうですね、そうですね、うん、だからより一個、僕はあの会社であの部下的な人というか同僚的な人にこうお願いすることが多かったんですけど、うん、なんか話面談とか話してる時により一個さ上の抽象度のをできるようになるとやっぱりこうスキルも上がるし、あとできなくてもそこを考えれるのは、うん、なるほど。例えばなんだろう、マネージャーみたいな人がいたらこの人は部署の売り上げの多分こう KPI というか目標を持ってて、うん、で自分はあの今月のとかちっちゃいの持ってるけど、こ自分が何したらこっちに行くかなっていう、そこまで考えられたら素晴らしいですね、うんうん、まあ、そういう合ってるか分かんないけどね、仮説を持って動くって大事ですよね、うん、例えばシューマイだったら、うん、ポン酢もついでに買っていくかみたいな、あとからしね、からし、うん、からしちょっとからし、このねちっちゃいやつマジックカットンだと多分足らないし、なるみさんとかあの辺はやたらと濃くしたがるから、チューブ買ってこうとか、ね、チューブ買ってこうはね、うん、僕あの本当に多分チューブ買ってこうですそこまで考えたらやっぱね、抽象高い仕事をするできる男ですよね。そうですよね、うん、神宮とかだと横並びだと3つ隣の人にこうやって渡すのめんどくさいから、うん、もう小皿みたいなの1個あると、うん、もうこのままバクってこっち側で 2-2 で分けれて楽かなとかね、うんうん、そうですね、割と僕そういうのそこまで考えるタイプですけどね、うんうん、僕ら割と考えるタイプですよね、うんここにね、マスラストロさん、過去仮40歳が温めたけどレンジの中だよって言ってけど、ちょっと僕びっくりしちゃってね、はい、うん、まあくまで仮名ですけどねそういう人がね、あの、うん、本名は分かんないですけど、本名は分かんないですけど、なるほど、うん、じゃあもしこれを聞いてる皆さんが、あのそうですね、まあ抽象度1個上げる思考っていうのをね、うん、やっていこうっていう話ですかね。結構それは僕はいい、うん、なんか習慣づけるといいんじゃないかなと思います。ちょっと令和なだけに真面目な話しちゃいましたね、うん。